レインボータワーは、新潟県新潟市中央区の商業地区、モズ指定内に2018年まで存在した回転商公式展望塔である。新潟市中央区モズ一丁目の番台、指定バスセンターの南の一角に建てられた展望塔である。同所の内にあり、番台、指定とともに、新潟交通が運営管理を行っていた。 塔には商工回転式展望台が設置されていた。1973年11月23日に新潟交通の本社用地を再開発して整備された商業地区万代指定の施設の一つとしてバスセンタービルと共に開業した。高さは100メートルで建設当時は 業務用鉄塔や煙突を除けば県内随一の高さを持つ建造物であり、展望施設としては日本海側でも有数の高さを誇った。以後、新潟市中央区朝日町通り二番町にある日本海タワーと並んで、新潟市にある展望台として人気を集め、モズ地区及び新潟市を代表する建築物として親しまれた。 1990年代以降は、新潟市内では、高層建築物の建設が相次ぎ、市内の建築物では、n クス t 2 1時メッセのモズ島ビルの2カ所の展望フロアが、レインボータワーを超える高さに設けられ、他にもレックスに位置をはじめ、建築校がレインボータワーをしのぐ高層マンションが何棟か、新潟市内に建築されているが、レインボータワーは、 新潟市中心部のランドマークとしての地位を保っていた。タワーは頂上部分が赤く塗られており、その下はレインボータワーの名の通り上から白、赤、大黄緑、水色、青、群青の順に虹色に塗装されている。昇降式の展望台は2階建てで、定員は60人。乗り場はバスセンタービル2階に設けられており、利用は有料としていた。 天候台は乗り場を出発すると、ゆっくり回転しながら、タワーを上昇し、頂上まで約10分で到着。頂上でしばらく停止した後、ゆっくりと回転しながら下降し、再び乗り場に戻る工程で、新潟市街を360度見渡すことができる、ユニークな構造となっていた。ただし、日本海タワーと異なり、搭乗客は完全入れ替え制で、 利用料も一往復ごとに必要となっていた。いずれも営業時のもの2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響で、東体の一部が損傷したことから、利用者の安全確保のため営業を全面休止し、損傷箇所の調査と耐震診断を実施した。その結果、建造物の区体そのものは1964年に、 発生した新潟地震に十分耐久、シウル設計であり、東大、展望台とも東海の危険性こそないものの、極めて稀な巨大地震が発生した場合に、基礎に若干の移動が生じる、可能性が否定できないとの結論に至った。当初、耐震化改修を行った上での営業再開も検討したものの、工事には、 多額の費用がかかることなどから新潟交通は展望施設としての営業継続を断念し、震災以降の営業再開がないまま、翌2012年2月8日付で営業終了を公式発表した。その後、当体そのものは当面撤去せずに、動体保存措置が取られていて、今後の活用法などを検討する方針であった。東体の強度低下を防ぐため、 約6年ごとに錆止め作業が実施されており、点検の際に稀に展望台を動かすことがあったのみである2月4日の午前。新潟交通では今後のレインボータワーの処遇について撤去する計画はない町のシンボルとして残すのでしっかりメンテナンスはしていきたいとしていたが、2018年5月、隣接するバスターミナルとモズ指定全体の耐震改修工事の 実施が決定したことを受け、同年8月末に解体を発表。新潟のシンボルがまた一つ姿を消すこととなった。その最終営業として2018年8月26日まで、ありがとうレインボータワーを開催。展望塔としての役目を終えた後、翌日の27日より解体作業を実施。10月上旬に数回展望台が動いた後に順次、取り壊され、 中旬から下旬にかけて解体工事の足場が組まれていき、11月中旬からは18カ所に分割する形で塔が次々に解体され、25日に西港の山の下ふ頭へ吐き、28日に解体が終了した。その間、新潟日報社では、新潟日報メディアシップ20階から UX 新潟テレビ21では本社屋上の情報カメラの映像を使い、 YouTube では、新潟日報、モアの提供で8月16日から解体終了まで、ニコニコ生放送では11月13日から11月20日までの平日9時30分18時の間、解体工事の直状況を随時配信し、12月4日には解体工事の全容が YouTube 上に公開された。回収工事後の番台、指定には、 タワー跡地に復元された展望台部分がオブジェとして満台、指定パーク内に新設される予定である。同様の形状をしたタワーとしては、同じく新潟県内の八彦山ロープウェイ山頂駅付近に存在するパノラマタワーや愛媛県愛南町の上海展望タワーなどがある。二0 1三年十一月十三日、満大指定の創立四十周年に合わせて、 レインボータワーの色や形をデザインに取り入れた PR キャラクターバンニャイが就任した。詳細はモズ指定の候を参照。ありがとうございます。